レノホ山口小山の今日からそうしよう。本日は天皇杯直前スペシャルということで、大槻選手、渡辺選手に来ていただきました。今回は大槻周平選手と渡辺博文選手に来ていただいてます。はい、お二人の関係はどんな感じなんでしょうか。関係ですか、はい、そうですね、お付き合いが長いんじゃないかなと推測するんですけど、はい、神戸の時に、はい、一緒にプレーして2年間ですね。神戸の時は一緒にプレーして、去年の夏僕こっちに来たんで、はい、そこからですね、また、うん、大槻選手が神戸にいらした、はい、丸々2年間はちょうどご一緒だったんですよね。そうです、はい、一緒でした。神戸っていうクラブは何が違うんでしょうか。神戸というチーム、そうですね、クラブは、はい、まあすごく注目されるクラブだと思っていて、でやっぱり代表選手とか海外からもすごくたくさんの有名な選手も確かに来られるんで、何かと注目はされるし、まあ、中にいる自分たちが感じたのはもうとにかくもう競争が激しいなっていう印象がありましたね。そこはこう結構 J リーグの中でも突出している部分かなと思います。なんかこう思い出に残った試合とか、ありますか。思い出試合だったり、はい、出来事だったり、はい、いや僕は試合っていうよりやっぱりこう、まあ、ポドルスキ選手だったり、はい、イニエスタ選手とこう一緒にプレーできたっていうところが、まあ、すごくこうそのなかなかできない経験なので、はい、そういったところはすごく学ぶこともたくさんありましたし、はい、今でもこう心に刻む言葉も言ってもらえたこともありますし、そういったところはすごく良かったなというふうに思っています。やっぱり元神戸の選手だったり一緒にプレーした選手っていうのは、はい、ルーカスとか、はいはい、アンドレスとかって呼ぶんですか。呼びますね。呼ぶんですね。呼んでましたね。大槻選手も一応僕も呼ばしてもらいました。そういうふうにですか。そんなね、お二人がちょうど重なっていらした2017年と18年ですかね、はい、神戸の時代、はい、私実は1試合だけ観戦に行ってるんですよ。ノエビアスタジアムに。どことの試合ですか。岩田戦。あのイニエスタが決めた試合、8月11日デビュー。いやもう本当に、まあ、僕はあまり言うとにわかファンだと思って怒られるんですけど、まあでも結構古くからイニエスタ選手のことが好きで、はいはいはい、本当にクラブワールドカップに8番のタウマ風巻いていくみたいな感じの生活を昔はしてって、はい、でやっぱりイニエスタ選手が日本に来たらもう三谷さんありがとうと思って、はいはい、もうもしね、なんか大統領選とか出るんだったら僕は応援するよと思ってもうすごくね、ありがたいと思ってで見に行きたいと思ったんですよ、はいはい、まあでも最初の頃ちょっとあんまり出場されなくて、はいはい、いつ出るかな、いつ決めるかなみたいなのを考えて、この日だっていう日に1日だけ行ったんですよ、はいはい、もう日帰りだったんじゃないかなって思うんですけど、はい、でちょうどその時にルーカス・ポドルフスキ選手からパスが入って、なんかこう、回転するっていうかね、なんかうまい、まあ、最近のね、田中航選手、ちょっと彷彿さ、少しなんか重なって見える時もあるんですけど、そういうプレーで、もう振り向き坂にスッと決めて、流し込むような感じで、取った試合、実は見に行ってて、めちゃめちゃついてるなって、当時思ったんですよ、その日。いや、俺よかったと思ったら、最近だってもう一回思ったんですよ。その試合に、お二人とも出てるじゃないですか。はい、出てましたね。ね、渡辺選手はフル出場ですか。フルタイム確かね。そうですよね、きっとね、はい、確か途中から出ましたね、はい、ルーカスの交代で82分に出られてるんですよ。あ、はい、すごいなと思って、ここで出会ったと思って見れただけでもすごいなと思ってたんですけど、はい、まさか今こうして自分が就任することになるクラブのまあ、中心選手としてお二人がいるっていうこの奇跡、いや面白いなと思って、うん、まあ、ちょっと天皇杯2回戦なかなか、まあ、大槻選手も復帰していただいて、はい、激闘、まさに激闘だったと思うんですけども、はい、天皇杯2回戦を少し振り返ってみていただいてもよろしいでしょうか。最初の方はすごく流れも良くて、うん、
僕たちの時間も続いてたんですけど、ちょっとこう先制点も取ったこともあって、こうちょっと守りにちょっと肘を置いちゃったところがあって、なかなかこう自分たちの時間が作れない中で、まあ、失点してしまって、でまあ延長でまあなかなか厳しい時間帯が多かったんですけど、はい、まあ沼田選手が、はい、最後本当にいいシュートを決めてくれて、まあ、なんとか勝てたっていう感じではありましたね。まあけどああいう勝ち方をしたことでこう J リーグにもつながったと思うので、すごくこう戦う姿勢であったり、はい、こうみんなが勝ちたい気持ちっていうところはすごく出てたと思うので、まあ、そういったことがこう結果につながったのかなというふうに思いますね。なるほどですね。まあ、90分のゲームがまあ延長戦になって120分になって、もう本当に皆さん走って走ってってことで、まああのおそらくね、まああのダメージも残ったかなとは思うんですけど、その直後のリーグ戦で見事あのまたこれも維新劇場で連敗脱出してくれて、まあ大槻選手もあのもう続けて出ていただいてますけど、まあ、しばらく空いてこうして、はい、まあ、トレーニングはされてると思いますけど、はいはい、しばらく空いてこうして出てこられると、はいはい、疲労とかってたまりやすいもんなんですか？まあ、疲労は、まあ、たまりやすいですけど、はい、けどやっぱりこうサッカーできる喜びの方が大きくて、はい、やっぱ怪我してる間はすごく悔しい思いをしていたので、まあ、疲労ってよりこうサッカーできる喜びの方が今は強いですね。そうですよね。あの出ていらっしゃらない間の特にあの、まあ、レノファが、はい、あのいい戦いをした時なんかに、はい、ツイッターで、はい、あのまあ、出れないことだとか、はい、あのチームが頑張ってくれてることに対して、はい、結構メッセージを出されてて、はい、まあ、ファンの皆さんもそこにすごいこう喜んだり呼応してて、はいはいはい、まあ、その姿を見るそのメッセージを出していただけるっていうのは、まあ、あの私としてもすごいありがたいなと思って、はい、あのまあ、出れてないから黙ってるんじゃなくて、はい、やっぱり大槻選手の存在って我々のチームの中で非常に大きいですから、あの、まあ、常にそういうね、あの一緒にいるんだっていうのを見せていただけることが、はい、まあ、我々あの復活を待つ身としても、はい、まあ、非常に面白かったかなっていうか、はいはい、あのありがたかったなと思いましたね。レノファース会議、実際にどんな感じだったとか、どんなこう話し合いになったのかっていうのは言える範囲でお聞かせいただきます。 ありがとうございます、まあ、あのいずれまたね、あの、はい、これ の, あの番外編で出ると思うんですけど、あの、はい、これまでのレノファって、まあ、クラブが、まあ、あの独自の意思で動いているっていう感じで、まあ、あの熱いサポーターさんの方いらっしゃいましたけど、ちょっとコミュニケーションが少なかったなっていうのを私自身が思ってて、はい、まあ、私自身もあの直接川村前社長と知り合いなこと以外はクラブと会話する機会とかってあまりなかったので、まあ、それがちょっと僕が今まで育った環境とは違うなと思ってて、まあ、そういうのやりたかったんですよね。なのでもう就任してしばらくしてぐらいからもうやりたいってことで、まあ、時期はあんまり早くてもってことだったんで中間ぐらいでやろうと思って、まあ20節終わったところでってことを決めたんですよ。で決めたらもう本当に数ヶ月前なんで、その時どんな順位かっていうのは正直あんまり分かってなかったところを、まあ、今の順位で開催になって、これ怖いなと思ってたら、まあ、あの天皇杯2回戦があり、群馬戦での勝利があり、あのそういうところでやれたのでだいぶ助かったなと思うんですけど、タイミングが良かった、ね、はい、クラブに対して発信すればあの受け止めるよっていうメッセージを発あの出させていただきましたね。リアル会議は2時間だけど、これがキックオフですっていうメッセージを残して、はい、まあ、ハッシュタグつけてもらって、ツイッターでいつでも投稿してください、まあ、非公開で何か言いたいんだったら、メールでも DM でもいいですよっていうのをお伝えして、はい、まあ、ここから始めましょうっていうところで言って、はい、正直分かってほしかったことの一つに、はい、クラブを運営してるフロントスタッフも、まあ、生身の人間なんですよね。そうですね。うん、選手を見て応援してて、あの裏方なんだからもっとしっかりやれみたいな感じあるんですけど、はい、まあ、そこも比較的少人数でやってたりだとかするんで、うんうんうん、まあ、そういう姿も見てもらって、うんうん、本当にやっぱり皆さん選手があって監督がいてチームがあってその外にクラブがあってとかっていうところをもっとこうリアルに感じてもらえたら、うんうん、もっともっと良くなるだろうなと思って、うんうん、
まあ、あの外堀を埋めていく意味でもやる価値があるなと思って開催して、まあ、なんとか無事終わったので今ちょっとホッとしてるなんか今後良くなっていきそうなこう手応えみたいな行くと思いますね。はい、あとあの発言したい人には参加してもらおうと思ってます。なんかやっぱりあのもう参加型でやっていただかないと、やっぱこの、あの山口っていう地域は、うん、あのまあ、全国の中でもやっぱり比較的田舎でもありますし、うん、あの人も少なかったりだとか、うん、あのやっぱり皆さんの力を合わせないと、うん、あのなかなか他のクラブに太刀打ちできない、うんうん、というところはあると思いますので、まあ、そういうのを目指していきたいなと思って、うん、あのやれたので、まあ、一旦良かったかなと思います。うん、はい、いやでもあのね、渡辺キャプテンに江戸の会議の存在を知っていただけてるいやでもそういうところに興味持っていただいてるところはね、本当にありがたいし嬉しいですし、お二人はサッカー以外のスポーツっていうのは何か子供の頃に経験したことはあるんですか？僕は野球とは経験してましたね。それは少年野球とかですか？少年野球に入ってないんですけど、はいはい、自ら練習参加させてくれって言って、すごいですね。言ってました。その程度ですけど、僕はもうサッカーだけでしたね。オンリー。はい。何歳からやられてるんですか？僕は幼稚園の年長ぐらいから、兄が2人いて、ああ、そうですよね。で、2人ともサッカーしてたので、もうサッカーする流れにはなってましたね。やっぱりあの福知山の大月兄弟はもう鹿児島でいうと遠藤兄弟みたいな、いやいやそんな有名じゃないです感じなんですか？いやいやそんな有名じゃないんですけど、まあけど有名ですよね。実際は有名っていう感じはないですけど、はい、まあ大月まあやってそうでやってるなっていう感じですね。大月兄弟さんサッカーやってるなっていう感じですね。次天皇杯3回戦、はい、神戸と戦いますね。こう対峙したい選手とかっていうのはいらっしゃいますか？キーパー前川ダイヤ、はい、一緒にやってるんで、はい、まあいつか点取ることはやりたいですね、はい、どうやったら取れるかなみたいな、はい、いやもう大体特徴が分かるんで、はい、そうですね。じゃあ取れるイメージはあります。あ、本当ですか？僕は、はい、まあ、大迫選手とか、うん、伊藤選手とか今まで僕対峙はしたことないんでね、その前に日本に行った時に、はい、まだ僕も20前半とかだったんで、はい、対峙はしたことなくてベンチで見ててすごいなと思ってた選手が日本に帰ってきたって感じだったんで、うん、まあ、対峙したことないからシンプルにそこの、2人とかあとはそのアンドレスから出てくるパスに自分がどれだけこうついていけるかなとかっていうのはすごい楽しみですね。渡辺キャプテンはね、あの過去には天皇杯決勝で点を決めたこともある優勝経験者ですし、大槻選手は天皇杯はどういう相性というか実績なんですか？はい、ベスト8が最高なので、はい、湘南の時に確かベスト8になったと思うんです、はいはい、それが多分最高だと思うので、うーん、天皇杯取りたいですね。なんか僕昨日ちょっと天皇杯のことを調べたんですよ、はい、で僕と、はい、あの周平が、はい、ヴィッセルにいた時に、はい、ヴィッセル対、何回戦かな、3回戦とかだったかな、はい、2回戦か3回戦だったんですけど福岡大学とやってるんですよ、はい、でその時に相手チームのフォワードが梅木翼だったんですよ、はい、でそこでマッチアップしたりして、はい、なんかそういう話を翼とここに一番最初に来た時にそういう話をして、はいはい、結構縁があるなとか思って、もしたんですね。なんか天皇杯ってそういうつながりもあって面白いなとかって思ったりしてるんですよね。なんか後半戦どんな風にやっていきたいとかそんなあの考えてらっしゃることありますか？チームとして結構やるべきことは結構はっきりしてきてると思うので、うんうん、まあ、攻撃の部分とかもすごく良くなってきてますし、はい、守備ももちろんそうなんですけど、うん、けどもっともっとこう突き詰めないと、はい、細部にこだわらないと、はい、こう上の順位にはいけないと思うので、はい、そういったところを意識すれば必ずレノファは、はい、こう J1 昇格できると思うので、はい、
そういったところを後半戦は、はい、こう練習の中からこう細かいことを意識すれば、はい、必ず上位いけると思うので、はい、練習から一日一日を大切にして頑張りたいと思います、はい、渡辺選手は僕はもう前半戦が とにかくこう一進一退で、はい、まあ、本当にいい時も悪い時もあって、こう なんていうのかなそれをこう積み重ねながら、この負け方ダメだったよねとか、こういうやられ方は良くないよねっていうのをこう潰しながら結構成長してこれてるなっていう感覚はあるんで、そこをやっぱりこう後半戦に生かして勝ち点を積み上げていくってことがもうめちゃくちゃ大事だと思うんで、今周平が言ってくれたように練習のプレーが全部全て、まあ、8割9割はそのピッチに出ると思うんで、まあ、そこからやっぱり自分たちをこう少しでも、J1 に行くために、多分 J1 に行くのって本当に紙一重なところで、その紙一重の自分たちがその1歩2歩頑張れるかどうかだと思うんで、まあ、そこにとにかく集中して、まあ、期待してほしいですね、はい、そのお二人とも過去に J1 に昇格した経験をお持ちであると、というかここがやっぱり J1 に上がるチームだっていうような核になるような特徴ってありますか？僕が感じるのは、はい、さっき周平が言ってくれたような、はい、ワードでやるべきことがはっきりしてる、はい、うん、チームはやっぱり上に行きますね、うん、だしなんか内容が悪くても、はい、勝ち点を拾っていくとか、うん、引き分けで終わるとか、苦しかったけど最後のロスタイムでゴール決めるとかっていうのでやっぱ勝ち点拾っていくイメージあるんで、うん、そこが本当に重要かなと思いますね、うんうん、気になってることがあるんですけど、はい、髪型は自分でセットされてるんですか？自分です、もちろん。結構昔から得意だったんですか？いつもパリってかっこいいなって。いつもただ固めてるだけなんで僕は。ああ、そうなんですね。やっぱヘディングしたくないなとかいう時はない？いや、ないですね。ないな、はい、20年変わってない。20年髪型変わってない。あ、そうなんですか？いや結構ちょこちょこ変わってますよね。そうですね、うん、よくご存知で。すごいね、ちょこちょこ細かいところは変えてるんですよ。気になって見てるんで。あ、本当ですか？多分大槻選手からも、はい、僕と目が合った時に、はい、あれこの人なんかちょっと上の方見てんなって。いやいや、そんなことないですけど。出したかもしれないんですけど。いやいや、髪型かっこいいなってちょっと思ってました。なかなか褒められることないんで。まあ、嬉しいです。ありがとうございます。いやいや、いじられることしかない。いじられることしかないです。いつもね、決まってるから。でね、まあ、正直ヘディングも多いし、はい、そうですね、90分戦っても割とそのまんまじゃないですか。はい、そうですね、はい、今日からそうしよう。ファンの皆さんにメッセージとか、はい、今後の、意気込みを、はい、教えてください、はい。まあ、僕たちの目標は J1 昇格という目標があるので、その目標を達成するためにはサポーターの皆さんの力は必ず必要になってくるので、ぜひスタジアムに足を運んでいただいて僕たちの後押しをしていただきたいと思っています。ぜひこれからも応援よろしくお願いします。まあ、まずは一つずつね、勝ち星を積み重ねていって、今周平が言ってくれたように J1 昇格に向けて、日々練習をしていくだけかなと思います。で、今まあリーグ戦がこう あるんですけど、まあ、今日は天皇杯の話が出たので、まずはリーグ戦をで結果を出しつつ、そのいい状態でヴィッセル神戸にしっかり自分たちが、力を出し切って勝てるように日々頑張っていきたいと思います。後半戦も応援よろしくお願いします。いや、もうレノファのキーマンであるお二人が、J1 のことを J1 に昇格することを目指して一生懸命やっていただいているので、私も気合が入りますし、やっぱり今回今年初めて天皇杯で J1 チームと戦える、やっぱり J1 を知っていかないと、まあ、皆さんは個人の経験ではご存知ですけども、やっぱりクラブとしてファン、サポーターも J1 との対決を見ていって知っていかないと、今後本当に J1 に昇格した後もですね、やっていくべきことが見えてくると思いますので、まあ、そういった意味ですごく今後の活躍を楽しみにしています。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。レノファ山口の攻守の要大槻選手と渡辺選手のお話でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。
もう本当私は大好きな選手のお二人なので、もうすごい楽しい時間を過ごすことができました。では今日からそうしようの発表をお願いします。はい、今日考えた今日からそうしようは J1 です。デノホ山口 FC は J1 を目指してしっかり戦っていくことがやっぱり大事だなと思いましたし、レノファ会議で熱いサポーターの皆さんとしっかり話すこともできました。渡辺選手も大槻選手も J1 を目指して一つ一つの試合をしっかり戦っていただけると今日約束していただきましたので、ぜひこれからも J1 を狙ってしっかりとチーム作り、クラブ作りを進めていきたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。6月22日天皇杯3回戦 J1 のヴィッセル神戸と戦います。ぜひ維新ミライフスタジアム現地で応援に来てください。よろしくお願いします。